ご紹介どうもありがとうございました。ライフサイエンス統合データベースセンターの後藤と申します。実は去年の、統合の日は京都大学の立場で出席してたんですが、今年の2月から DBCLS に移動しまして、本日はその DBCLS の、 データベース統合と利活用のための、基盤技術開発の概要ということで私の方から紹介させていただきたいと思います。で、最初の日に高井先生からご紹介がありましたように、DBCLS では NBDC との、統合推進事業の、基盤技術開発という部分を、担当しております。でゴールとしましては次世代生命科学データベースを、実現しよう。でその次世代生命科学データベースというのは、ここでは、データ駆動型のサイエンスを、実現する。要するに大量のデータが出てきている現実の中でそれをうまく使って解析ができるようなデータベースを使うと。で、これも昨日お話が出てましたけれども、ケアプリンシプルに乗っ取ったようなデータベースにしていきたい。で、こういうそのデータ駆動型サイエンスをするにあたって、データベースが、データがどんどん出てくるっていうことで、そういうデータを作っていくことも必要なんですが、こういうふうに膨大に蓄積されてきたデータっていうのを効果的、効率的に再利用するという必要があって、そういうデータインフラを作っていこうというふうなことを考えて、進めているわけです。で、その時の、テクノロジーとして、データのセマンティクスが、重要、データの意味が重要ということなので、それを、計算機に、使えるようにするということで、セマンティックウェブ、もしくはリンクトークンデータという概念を使って、データベースの統合化を進めていこうと。そうすることによって、大量のいろんなフォーマットで作られたデータを統一的に扱うようなことができるようになるため、データの処理の大幅な省力化になるでしょうということで、開発を進めてきております。で、ちょっと、歴史ですが、平成23年から、第一段階のプロジェクトが始まりまして、その間データベース統合化システム開発コンテンツ作成、ここ日本語のコンテンツなども含めて、ポスターで例えば飯田さんが統合ファーストオーサーズという、コンテンツを紹介されましたが、そういうコンテンツも含めて、データベースを作り統合化してきました。で、現在、このデータベースの統合化は引き続き粛々と行っているわけですが、それに合わせてアプリケーション、それらをうまく使うようなアプリケーションも開発しています。で、その時の基盤となるのが先ほどの、セマンティックウェブの技術になるわけですが、フォーマットとしてはその RDF リソースディスクリプションフレームワークを、利用して統合化すると。でもこれは、W3C によって標準化されてますし、具体的にはその全てのデータを主語と述語と目的語の三つ組みで表現すると、こういう形で表現するため、全体を大きな、グラフの形で、ネットワークの形でデータを表現することができます。で、昨日黒川先生の方から、巨大なネットワークがあって、それをこう辿っていくとほとんどのデータが出てくるので、大変だという話が出ましたが、そういう大きなグラフの中で効率化して効率的にデータを検索したりデータを表現したりするというような方法というのもどんどん開発されてますので、そういうのも含めて使いやすいものを作っていくということを考えています。で、またそういうデータを扱うため の、 このマネジメントシステムであるトリップストアというのもさまざま開発されてますので、クリーンのものから市販のものまでさまざま開発されてますので、その中のどれがいいかということも含めて、検討しているところです。それから、スパークル、クエリを、書く、このデータベースに対してクエリを与えるときの、言語があるわけですが、それをうまく使えるように使いやすくするようなシステムというのも開発しています。で、これちょっとビジーな絵なんですけど、これ実際に見ていただきたいのはこの部分なんですけど、ここに今リンクと、データっていうのがあって、ここにその RDF 化したデータベースが今どれぐらいあるかっていうのをこういうふうに、書かれてまして、大体どんどん増えていってるところです。
で、このデータに対して、まあ、上からこうアクセスするような、まあ、仕組みがあって、現在はその NGS とコミックスのデータの活用であったり、それから、まあ、統合データ活用というのが基本的に RTF、セマンティックウェブの世界で、して応援された、まあ、データを活用する部分、それから、まあ、テキストデータ、まあ、自然言語処理とかテキストマイニングをやっているグループもありますので、まあ、そういうテキストのデータ、それから先ほど言ったその日本語のコンテンツであったり、そういうコンテンツ、テキストのコンテンツも、まあ、作ってますので、そういうテキストデータを活用できるような、仕組みというのを作っています。で、ちょっとこの部分を少しシンプルにしたのが、まあ、だいぶシンプルにしたのが昨日高木先生が出されたやつなんですが、まあ、そのアプリケーションというか、その実際どういうユーザーに対して使ってもらうかというところも想定して、まあ、開発していかないといけないというようなことを、まあ、ここ、1年、2年、ずっと言われ続けてきているわけなので、そういう意味で、4つの、まあ、層に開発の、フェーズを分けて、まあ、それぞれの層で、まあ、開発していきましょう。で、そのそれぞれの層の、まあ、想定ユーザーとしては、一番上が、まあ、アプリケーション開発で、まあ、エンドユーザーとして、まあ、実験科学者であったり、まあ、お医者さんであったり、そういう実際にウェブを使って、まあ、データを検索したりする人。それからその下の層として、ミドルウェアを開発しまして、そのデータを、プログラムでアクセスするような人のために、まあ、API を開発しましょう。で、まあ、それはアプリケーション開発者であったり、まあ、そのバイオインフォティクスであったり人向けの、まあ層。それから、3番目はこれが先ほどの、まあ、データベースが、まあ、リンクとデータが蓄積されているところですが、まあ、そういうリンクとデータのコンテンツとか、まあ、生成をしたり、まあ、それを、まあ、使ったり、生成するための基盤技術開発を行うと。で、まあ、この部分で、大量のデータをそのバルクにダウンロードして、そのデータサイエンティストとか、まあ、機械学習の人たちが使えるようにしていきましょうと。それから一番下のデータソースは、これは一番の元のデータとなる部分をこういうそのデータベースの基盤の中に組み込むための、サポートということで、まあ、既存データのリンクとデータ化支援とか、そのための基盤技術の開発を行うということを考えて、進めています。で、以降この下の方から、概要を少しずつお話していこうと思うんですが、まずそのデータソースの整備としましては、先ほどちょっと言いましたように、まあ、RDF 化でこうデータを統合化しようとしてますから、そういう RDF 化の変換ツールであったり、RDF 化を支援するような、まあ、仕組みというのも作っています。それから、まあ、文献情報に関しても、まあ、テキスト、自然言語処理のグループが、まあ、テキストデータを処理して、そういうデータベース化を、進めていると。で、テキストからうまく情報を抽出してデータベース化していくということをやっています。で、ちなみにこの、まあ、データベースとしましては、統合化推進プログラムの、グループの人たちに加えて、まあ、人データとかその、まあ、医療のデータに応用するという意味で、まあ、ANET のプロジェクトの人であったり、まあ、友のグループで、まあ、先ほど山本先生のお話にありましたけど、実は、バイオハッカソンというのをやってまして、それを、先月、岩手で、盛岡でやったんですが、まあ、その時に岩手医科大学の清水先生にご協力いただいたので、まあ、その時にアイネチルデータベースも、RDF 化しましょうということになりましたので、こともといった先ほどの話だと TMM が、対象になるというような形になっています。で、まあ、そういうデータをRDF 化していくということを行って、でここのデータベースの、ところに組み込んでいくということを やっています。で、まあ、ここにその例として RDF ポータルであったり、その公開データベースと、まあ、その RDF 化するということをやっているとともに、そのこの公開データベースであったり、統合化推進プログラムをはじめとするような、まあ、データが入っている NBGC の RDF ポータルに入っているデータを、まあ、単純に RDF するだけではなかなかこうデータがつながらない場合も結構あるので、そこをうまくつなぐような仕組みとして、そのデータをつなぐための、データとして、まあ、エディストアというデータも、現在、構築しようとしています。で、
RF に関しましては、その一番下の層で、の、まあ、活動の一つとして、まあ、RF ガイドラインというのを、まあ、作っています。で、これはその、ちょっと後ほどお話しますけども、スパークルソンとかバイオハッカソンでそういう、ハッカソンで、を通じてその、その統括推進プログラムの、まあ、RDF 化やその他のデータベースの RDF 化を、まあ、サポートして、まあ、そこで、どういう RDF、まあ、RDF といっても、まあ、いろんな形がありますので、どういう RDF にするとデータがつながりやすくなるか、データが使いやすくなるか、データが解釈しやすくなるかというような、ガイドラインというのも作成して、まあ、それに基づいて、RDF 化していきましょうということをやっています。で、まあ、それに沿って作られた、RDF のデータを一覧できるポータルサイトを、NBDC の RDF ポータルとして、公開しています。で、これは川島さんからポスター発表があったと思いますが、現在20データセットで、450億トリプルが登録されています。で、トリプルというのは先ほどの5つのことです。で、まあ、こういうデータが今このサイトから見れるようになっています。で、まあ、そういうことを、まあ、支援するために、まあ、先ほどちょっと言いましたスパークルソンというのも開催してまして、これは平成24年の10月から、毎月基本的には DBCLS 柏でやってまして、昨年の末まで54回やったんですが、ちょうど9月で、60回目やって、まあ、5年の記念の会をやったところです。で、まあ、こういうことをやって、まあ、意識共有であったり技術情報共有コラボレーションが、まあ、進んでいったわけです。で、ミドルウェアの開発としましては、まあ、そういうそのリンクトデータというか、その RDF 化されたデータを、まあ、うまく使う方法というのを、提供していきましょうということで、まあ、スパークルクエリを書くのがすごくやはり大変だということで、まあ、そういう作成の時の、まあ、保管機能であったり、あらかじめライブラリを作っておいて、まあ、そういうのが使えるようにしましょう。それからもともとのデータ構造がよく分かりにくいというものがありますので、そのデータ構造の可視化であったり、それから、RDF ポータル以外にも、まあ、いっぱいその RDF のデータを検索できるようにしたサイトというのがありますので、まあ、そういうエンドポイントをうまく選択するような、まあ、そういう支援をするような仕組みというのを作っています。で、最後のこの上の部分ですが、まあ、一つ、今までのデータをまとめた、RDF のデータをまとめて、ゲノムを中心にまとめた統合ゲノムというのを作っています。で、これその RDF データストアのみで、実装されてまして、現在は真核生物種も含めて、1万以上のゲノムが含まれております。で、これは基本的にはゲノムの情報と、まあ、それが、例えばバクテリアだったらその環境情報なども生まれていますが、それをさらにその人、今後はその人とか疾患に結びつけていこうということで、現在今進めているのが、先ほどじゃなくてポスターで、三崎さんが NBDC の三崎さんが発表されました、まあ、統合バーの開発であったり、それから、これもポスターで藤原さんが発表されましたけど、パブケースファインダーというその文献情報からレアディジーズのデータベースを検索して、レアディジーズの、診断支援をしてするようなシステムを作っています。それから、まあ、京都大学のグループと、まあ、医療情報の、まあ、データベースの、知識ベース化を RDF 化して作っていこうということを現在進めています。で、ちょっと誇張はしますけど、まあ、NGA のオミクスデータの活動 もそれぞれポスター発表してますが、こういうその、ゲノムのデータ、発現のデータなんかを扱えるように、扱いやすくするような仕組みというのを作っています。で、最後になりますけど、これ片山さんの方から発表というかポスター発表ありましたが、国際開発会議のバイオハカソンというのを、まあ、進めてまして、これ今年の、参加者で大体100人ぐらい集まっています。まあ、詳細は飛ばします。で、国際版は9月にやったんですが、実はこれ国内版のバイオハカソンというのも、毎年やってまして、まあ、国際版は、まあ、当然英語でやるんですが、これも日本語でいろいろ技術開発とか議論ができるような仕組みになってますので、これもその、合宿形式でやります。で、今年は11月の26日から、12月1日まで熊本で
質量分析インフォマティクスハッカソンとも共同なんですけど、それで開催しますので、興味がある人はぜひご参加ください。で、当然その、プログラム開発、ソフトウェア開発している人は大歓迎なんですけど、そうでもなくても、例えばそのこういうデータベースとかデータを持っていて、その他のデータとこう組み合わせて開発したいんだけど、どうしたらいいか、そういうことを考えている人もウェルカムですので、ぜひ、ご参加をご検討ください。すみません、ちょっと超過しましたが、GB セルスのメンバー、こういうメンバーで開発しております。どうもご清聴ありがとうございました。